鳥居菅原天満宮は奈良県奈良市菅原町にある神社。式内社で旧社格は豪社。菅原神社とも日本最古の天満宮という古代氏族の恥師菅原氏に関係する神社として知られる。祭神は次の三柱。延長五年成立の演技式神明町での祭神の記載は一座。社殿では 元々の祭神は天の保姫の命一柱であったが、後のみの宿根、菅原道真が廃止されてみ柱となったという。主祭神の天の保姫の命は、日本初期で、ゼイズモジハセレン等争なりと見えるように、古代氏族の恥氏の祖神になる。恥氏は埴は、土器の製作や僧霊、両母管理にあたる恥部の友の宮津子氏族で、恥氏演奏になる、のみの宿根も、 日本初期において埴輪伝承が再録される人物になる。この恥氏は俗に、俗日本気、延暦9年12月30日上に、四原と見えるように四氏族からなることが知られるが、それらは、泉国モズ、山和国菅原、山和国秋市の、河内国式の軍、田地比軍という、いずれも巨大古墳軍の映像地に対応する。そして四氏族の内モズ、菅原、 秋篠の三氏族は、8世紀末頃にそれぞれを得出し、菅原氏、秋篠氏と改正した。当地の地名である、菅原は、菅の自生地、草原を意味し、元来は、平城偶異性の広大な丘陵地域を指した名称とされる。菅原一帯の恥氏氏族については、元家五殿記にも、次来土節万葉伊菅原伏見湯として、恥氏が居住する旨が記載されている。 実際に一帯では、蜂氏の存在を裏付ける古墳時代後期の菅原あず遺跡萩和かまわと群の存在が知られるほか、菅原神社の信仰権が蜂氏の分布範囲とほぼ一致することも注目される。詩書には、菅原神社以外にも菅原伏見東僚、菅原伏見西領、菅原寺の名称が当地の地名に由来するものとして知られるほか、菅原氏の氏名も、 当地の地名に由来するものとされる。菅原神社の祭祀は、このような菅原の恥氏氏族がその祖神を祀ったことに始まると見られているが、後世に菅原道真の誕生地とする説も生じ、現在は天神信仰の神社として信仰されている。創建は不詳。前日の通り、菅原の地を本願とする恥氏氏族が、その祖神を祀ったことに始まると推測される。 延長5年成立の演技式新明庁では、大和国天元軍に菅原神社と記載され、式内社に列している。社伝では、分岐年間に社殿が陛下にかかったほか、元禄年間にも火災にあっている。官方年間に一条イングル神経方神脳の命によって再建がなったという。明治維新後、近代社格制度では、菅原神社として後者に列した。 2002年には、菅原天満宮に改称している。本殿菅原天満宮で年間に行われる祭事は、次の通り。憲法着色渡し総天神像、菅原天満宮、遺跡天神堀所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。